ブンブン、ハロイジュ、どうも、サルです。今回は、カードサイズのスマートフォン、ソイズ S10 というモデルの販売がスタートしていますので、ご紹介したいと思います。実は、このモデル、すでに数週間前からは販売されていたんですが、販売がスタートしてから、割と早い段階で売り切れてしまい、しばらく購入できない状態が続いていました。今回は、アマゾンに出店している、また別の販売店の方から、 ソイズ S10 の販売が始まりましたので、そちらについてご紹介したいと思います。まずは、スペックについてご紹介します。参考までに、サイズ的にはほぼ同じモデル。パームンのスペックも右側に記載しています。では、現在販売されているソイズ S10 のスペックですが、CPU はメディアテックの MTK6737M。ラムは3ギガで、o ムは32ギガ。ディスペイは3インチ。 解像度は 854×480 ドとカメラは背面のアウトカメラが1300万画素。前面のインカメラは800万画素。バッテリーは 2100mAh で、OS は Android 7.0。価格については、この動画を作成している時点での価格で16,900円となっています。基本スペックをパームフォンと比較すると、CPU の性能はかなり低くなっています。 6737M というメディアティックの CPU はエントリー向けの CPU でかなり処理速度の遅い CPU になります。ただ、それ以外のスペックを比較すると、実はパームフォンとほとんど変わらず、バッテリー容量に関してはパームフォンの約3倍となる 2100mAh となっています。それでいて価格は16900円と、価格についてもパームフォンよりも圧倒的に安い価格になっています。今回ご紹介している SOYS S10、その他の特徴としましては、 対衝撃性能を備えており、なおかつ防水にも対応しています。認証方法はいろいろと搭載されており、背面に搭載されている指紋認証のほか、インカメラを使った顔認証、もちろんパスコードロックも対応しています。少しその他のモデルにはない機能としては、本体側面に SOS ボタンが搭載されており、このボタンを押すことで一発で緊急連絡先に連絡を取ることができるとなっています。 ただし、この辺の市場、どういったものになっているかわかりませんので、さすがにこのモデルを緊急連絡用の端末として購入するのはお勧めできません。最大の特徴でもあるコンパクトなボディですが、そのサイズをご紹介すると、まず縦が 97.8mm、幅が 51.6mm、厚さは 15.7mm となっています。薄型のスマホの場合、10mm を切るモデルも多いので、 厚みに関してはやや厚い端末となっています。ただ、フットプリント自体が小さいので、そこまでこの厚みは気にならないかもしれません。最近ではほとんど販売されなくなりましたが、以前販売されていたユニハーツのアトムという、こちらもカードサイズのスマートフォンでしたが、アトムの場合は厚みが 20mm 近くあったかと思いますので、それと比べるとまだ少しだけスリムな端末になっています。 なお、本体のカラーラインナップは合計3色展開となっています。カラー、ブラック、イエローというラインナップですが、カラーが異なるポイントとしては、背面に入っているラインのカラーが、レッド、ブラック、イエローになっているかどうかという違いだけですので、基本的にどのカラーを選んでも、本体の見た目はほとんど変わりません。何しろ、ディスプレイサイズが3インチと小さすぎるので、メイン端末として使うにはほぼ無理かと思いますが、 遊び用の端末ととしてて購入すす。るぐららいいいいならば、特に買ってもいいかと思いますこういったコンパクトな端末は音楽プレイヤーとして使うのもいいかと思いますが写真を見る限りイヤホン端子は搭載されていないようですですのでイヤホンを接続するならばワイヤレスタイプのイヤホンを接続して使うということになるかと思いますということで今回は一時売り切れていた Soys S10 というモデルが現在 Amazon で販売されていますのでご紹介しました なお、動画の概要欄の方には販売ページのリンクを貼っておきます。最新の在庫状況など気になる方はそちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。